ヤワタ市立美野山小学校は、京都府ヤワタ市、金明台西にある公立小学校。ヤワタ市南西部の美野山、地区、金明台地区などを校区とする私立小学校である。京阪東ローズタウンの開発に伴う人口増加により建設された。2002年に開校したが、それまでの私立学校にはない、新しい発想で設計されている。 コミュニティセンター併設しない2番目のコミュニティセンターとして、美ノ山コミュニティセンターが1階に開設された。ホールと研修室があるだけでなく、住民票の発行など、地域の窓口としても機能している。完全、バリアフリー加工者内外の段差を解消するだけでなく、身体障害者用トイレやエレベーターを設置することにより、完全、バリアフリー化が達成されている。 児童の安全に配慮した設計職員室が通学路、グラウンド、プールが見渡せる位置に配置された設計となっている。正門には開校当時から防犯カメラが設置されている。環境に配慮した設計天然ガスコージェネレーションシステムを設置することにより二酸化炭素発生量削減に貢献している。屋上緑化や雨水利用も行われている。建設時にはできるだけ。 自然の傾斜地を利用して、発生残土を抑制し、排体や等を原料とする舗装が導入された。給食室のドライシステム化開口に伴い私立、小学校発となる完全ドライ方式の給食室が導入された。完全ドライ方式とは、調理場を常に乾いた状態に保つ方法で、食中毒の原因となる細菌の繁殖を抑える、効果が期待できる。 2010年7月の時点で、私立小学校の給食室では、楠木小学校と中央小学校がセミドライ化されているが、完全ドライ化されているのは、美の山小学校のみとなっている。ちなみに、この給食室は停電した状況でも、高ジェネレーションシステムの自家発電機能を利用することにより、調理が可能となっている。民間企業による建て替え建設民間企業の計販。 電気鉄道が建設費用の建て替えを行い建設された。八幡市の小中学校は1970年代、1980年代の人口急増期に建て替え制度を利用して建設が行われたものが多い。結果として円滑に学校建設が行われ、当時各地で見られたプレハブ校舎建設の回避に役立った。しかし、それらは、 日本住宅公団や財団法人山城学校、建設校舎などの公的機関によるもので、民間企業による建て替え建設の事例は、美ノ山小学校が初である。八幡田市では、公立学校選択制が導入されていないため、美ノ山小学校卒業後、市立中学校への進学は、自動的に、男、三等中学校となる。周辺施設周辺道路。 ありがとうございます。